い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は今のお願いはこんな感じです。運命は石材とともに。なんだいそれは。難しさ4や。石材を運ぶオタラクションの登場だ。あっちをこうしてこっちをああして、さあどうする。石材を持ってゴールすればご褒美だ。くくく、アトラクション好き青年、石材を持ったままゴール。うん、それではお願いします。石材。運命は石材とともに。石材を持ったままゴール。どれ石材、まだないの。え、どこ。あー、もしかしてそこの危なこの中。あ、あれやね、石材。よいしょー。はい。手離したらいかんとかそういうことじゃないよね、別に。うん、オッケーオッケー。最終的にこれを持って、ゴールができればいいってことやろ？オッケー。これは。あ、そこ歯車ついとった、危な。あ、なるほど、こういう感じになってくるのか。要はこの石材いろんなところで使えるってことよね。あ、ここに鍵があるんだけど。あ、そっか、別にこれを持ってこう何かせんといかんわけではないわけよね。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。え、これより先に進める、これ。あー、危ない。あ、ちょっと待って。いけないんですけど。あ、あ、もっといけない。は、キャー。は、く、ちょー、待って。は、く、あー、痛い、痛い。いけない、ちょっと待って。え、いけるあれ。運命は石材と共に。よいしょ。いくぜ。ちょっと待って。若干間に合わんかった。はい。はい、言えって怖い。怖い怖い。はい。あ、これで止まるんや、キラーが。なるほど。で、この止まっとる間に、ダダ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 。めっちゃ走る。はい、これで。はい、脱出。おー、なるほどね。はい、で、2番目の扉。ここは、これはなんか重りかな？あ、ここに鍵がある。ん？あ、ここに鍵があるけど、なんだ、どうすればいいんだ？なんか自分だけ持ち上がったな。なんか自分だけ持ち上がったな。これは、え？あ、ちょっと待って。運命は石材と共に。さあ、ここだ。問題はここだ。あ、鍵取れた。やった。やったけどどうしよう、これ。あ、そっか、結局これは。よっ。あれ。外に行けばある？あ、あるわ。よかった。常に持ち歩く必要はないということか。持って出る必要はないってことかな。え？さあ、横移動するのか。え？横移動するのはいいんやけど。お？痛い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 。ちょっと待って、あれ？運命は石材と共に。ここは
は一体どう、何をどうやるんだろうな。あ、これで。これで？これでどうするんだ？あ、上に持ち上がった。これで、なんか向こう側に移動してもらったら、どうやって移動してもらうんやろ。これを持ったまんま行くと、これで、あ、やった！あ、イエーイ。さあ、じゃあこれで、いきますか。よいしょ。はい、これで最後、四つ目の扉。ここは？鍵がここにあるな。ってことは、それにか、鍵じゃないわ。石をつかませる。さあ、こっちへ、こっちへおいで。はい。あ、ちょっと待って、離さないで。あ、なくなった。でもそういうことやと思うよね、きっと。よいしょ。はい。これで。あ、やめて！あ、ここからじゃダメなんか。仕事掴んでいかれたらちょっと困るんよね。あの、確実に歯車に巻き込まれてダメージを受けるので。これで、あー、やめてください。そう、それを持っていって、これを持ってって、どういける？全然いけんくね。あ、もしかしてあれか。どう行くんだ。どう行くんだ。あの石の上に乗るとか、そういうことですか。待って。ほら、こういうことじゃない？これで、石の上に乗った状態で行くと、この辺の歯車とか多分関係ない。ほら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 。素晴らしくね、私。素晴らしくね、私。ほら。やったね。さあ、ってことでゴールに向かいます。でも外もなんかいっぱいあったんよね。扉。この中のどれかが正解ってこと？お？は。あ、そういう感じ。なるほどね。全部開けていくんや。はい。やったー、ゴール。お、やったやん。イエーイ。イエーイ、石材持ったままゴールしたよ。ん？どうした？なんで、塞ぎ込んだ今、最後。ふぅ、星4にしてはよかった。今のお願いはこんな感じです。ってことで、次は、切り替えて、オンオフスイッチのレール。レール？オンオフスイッチを叩けばレールも切り替えられるんじゃ。お試しコースを作ってから最後までいけるか試してくれ。オンオフスイッチはヒップドロップでも切り替わるから使うんだぞ。仕掛け博士。それではよろしくです。切り替えて、オンオフスイッチのレール。これは、ちょっと待って。はぁ、怖い。めっちゃ怖いけど。すべて切り替えていくのかな？切り替えてどういう風に、ウェイに、行くんかがちょっといまいち私にはわからんのだけれど。
はい。とりあえず使っていく。イエーイ、コインコイン。勝手にコインが入っていくわ、嬉しい。で、多分。はい。これも切り替えて。あ、中間や、早くね。早くね。嬉しいけど。待って、怖い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 、置いてかないでー置いてかないでー、ちゅ、なるほどね、そういう感じね。切り替えてオンオフスイッチのレール、私が頑張ります。はい、ちょっとびっくり、よいしょ、早くぜ、はい、とりあえず大丈夫でしょう。やったー、10コインとか言いよったらちょっと私歯車に切られそう。あー怖いです。はい、おー危ね、これはやったー、あっという間のゴールやった、嬉しい。嬉しい。ヒップドロップでやるところとかなかったことない。まあ使う人は使うのか。ちょっと私には分からんかったけど、すべて普通のジャンプやった。今のお願いはこんな感じです。飛ばないで空の旅、え、敵のいないコースを作ったのです。その代わりジャンプしないでクリアしてね。コツはワイヤーシを使うことかな。大空の管理人、一回地面から離れたら着地しないでゴール。またそれ、空なのに。でも敵はおらんのか。手を気をつけて。楽そうやけど難しそう。でも前のね、一回地面から離れたら着地しないでゴールは敵がおったけん。あれやけど、ここは敵がいない。あ。待って、もう私条件無理なんやけど。ちょ、どんな感じか見に行ってこよ。この先を見に行ってこよ。はい、これで。なるほど、こういう感じで進んでいくと。うん。怖い。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。飛ばないで空の旅。一回地面から離れたら着地しないでゴール。くー、やべえなー。このコインの真ん中のところ。はい。そこで合わさる。よいしょ。危ねえ。なんかちょっと落ちそうになるね。怖い怖い。はい。はい、怖ーい。ドクドク言ってる心臓か。ちょっと待って。はーい、いけたー。よし。キノコ。あー、ちょっと待って、足離れた、最悪、どんだけだよ。そしてキノコからの、はい。怖いんですけど、離れた、難しい。はい、キノコで、もう最後のダメやったか、降りたか自分で。こっからなんだ、こっから。あぶね、びっくり。このまんま行けたらもう大丈夫じゃない。チョコインはもう見逃します。あ、痛い。ちょ、怖い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 。あー、無理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 。
らい。よし、これで。はい。これで落ちて、よし、旗ちゃんといけるようになってるね。さあ、来い。次のブロック来い。やったー、乗れてる私。やったー嬉しい、めっちゃ嬉しい。あれ出てこない、上から出てくると思ったのに。ふぅ、なんとか。飛ばないっていうのはちょっとね、すごく難しいね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。うん、飛ばないっていうのはすごく無意識のうちに飛んでしまうし、飛ぼうと思ってなくても地面から足離れただけでダメやけんね。無理やわ